はい、どうも皆さん、こんにちは。じゃあ、パパです。ノアです。めっちゃ慌てて入ってきた。それはフィッシュだ。今回はスポンブロックの中身を変える方法を紹介したいと思います。で、今これは要塞にある、シルバーフィッシュのスポンブロックなんですけど、クリーパーのスポンブロックにしたいのであれば、このクリーパーのスポンエッグを使用します。これを持った状態でスポンブロックに向かって L ボタンですかね、プレスリプレステ4なら L2 ボタンを押していただくと中身が変えれます。枠かな、出てこい、クリーパー。あ、出てきた。あ、出てきましたね。はい、このようにクリーパーのスポンブロックになることができます。振られてやんの。はい、で他にもね、スケルトンとかクモとかもちろんできます。ほっ、なになに、それやれって。うえっ、でかっでかっ。はい、ガストのスポンブロック、もうスポンブロック見えてないけどね、すげえ。これもガスト湧くのかな、湧くんですかね。あ、違うかった、スケルトンの頭だ。じゃあ一回ちょっと周り排除しますか。ダノアさんが悪いことしてる。いやいやいや、あ、広さが足りないとかかな。ちょっと待って、ちょっと削ってみて、待ってみ。おー、びっくりした、湧きましたね。はい、でかい。もう動けないじゃん、ガスト。すっぽりはまっちゃってるし。はい、でこれは要塞の近くにあったスポナーなんですけど、今雲ですけど、ちょっと変えてみますか。アップデートでちょっと追加されたガーディアンとかやってみますか。あー、できるんですか。じゃあガーディアンでやってみたいと思います。はい、これ水がなくてもできるのかな。おー、できたできたすごいな、かわいそうだね、生まれた場所が水じゃないってじゃあ続いてはノアさんを入れてみたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、じゃあノアさん、ガストのモノマネで。え、ちょちょ、パパさんがガストって言ってみてください。俺がガストで、じゃあ行きますよ。ちょーわちょーわー、お疲れ様です。いや、どこにガスト要素あったんだよ。それでは皆さん、チャオチャオ。